チチェチェン市長マスク氏非難武装テスラ車を遠隔操作で使用不能にロシア南部チェチェン共和国のラムザン・カディロフ市長は19日アメリカ電気自動車大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者から送られたと主張する同社のトラックを遠隔操作で動作不能にされたとして同氏を非難しました17年以上チェチェンを強権支配しているカディロフ氏は 先月、ルーフに機関銃を取り付けたように見えるテズラ製のピックアップトラック、サイバートラックを運転する動画を公開しました。カディロフ氏は同社について、マスク氏から受け取ったものだと主張しました。だが、マスク氏は自身が所有する X への投稿で、それは嘘だと否定しました。その後、カディロフ氏は、つい最近マスクは遠隔操作でサイバートラックを使用不能にした。 通信アプリテレグラムに投稿イーロン・マスク氏がそのようなことをするのはよくない彼は心からの高価な贈り物をしといて遠隔操作でそのスイッチを切ると非難しましたカディロフ氏は SNS への投稿で受け取ったトラックは戦闘で使用されウクライナで見事に活躍したと主張していますロシアの戦死者が7万人越す 約2割は義勇兵 BBC などの調査で明らかにウクライナにおけるロシア兵の死者数が7万人を突破したことが BBC が分析したデータから明らかになったまたこれらの死者の約20%が義勇兵開戦後にロシア軍に加わった民間人だったことが分かった義勇兵が戦場での死者数の最多を占めたのは2022年に ロシアがウクライナ全面侵攻を開始して以降で初めてロシア全土では毎日のようにウクライナで殺害された人々の名前や死亡記事葬儀の写真がメディアやソーシャルネットワークで公開されている BBC ロシア語とロシアの独立系サイトメディアゾナは公式報告などのオープンソースの情報に記載されている名前をもとに報じられている名前と称号した 我々はそうした情報が当局や遺族から共有されたものであり戦車として特定されていることを確認したウクライナで死亡したロシア兵の名前を確認する上で新たに設置された墓石も役に立つこうした墓には通常ロシア国防省から送られた旗や花輪が置かれているからだ戦車の1万3000人超は義勇兵 我々はウクライナで死亡した7万112人のロシア兵の名前を特定したが実際の死者数はこれよりも相当多いと思われる死亡した人の詳細を公にしない遺族もいるまたこの分析結果には我々には確認できなかった名前やロシア占領下のウクライナ東部ドネツク州とルハンスク州における民兵の死は含まれていない ロシアでは外国の代理人と見なされている BBC ロシア語とメディアゾナが立証したロシアの軍事損失に関するデータはモスクワ時間2024年9月19日午前11時点のもの新しいデータはタイツ入手可能になっておりここ数ヶ月間の合計死者数はさらに増加すると予想される戦死者7万人超の約20%にあたる 1> 1万人は義勇兵だったロシア軍には釈放や金銭と引き換えに入隊した受刑者などさまざまなカテゴリーに属す兵士がいるが義勇兵の死者数は今やそのすべてを上回っているこれまで死者数の中で最も大きな割合を占めていた元受刑者たちは19%動員兵戦闘に招集された市民 は13%となっている昨年10月以降義勇兵の1週間あたりの死者数が100人を下回ったことはない310人以上の死者を記録した州もあるウクライナはというと戦場での死者数についてコメントすることはほとんどない同国のオォロデミル・ゼレンスキー大統領は2月ロシアによる全面侵攻で これれまでにに万 1, 人のウクライナ兵が殺害されたと明らかにしたしかしアメリカの情報に基づく推計では実際にはこれ以上の犠牲が出ているとされるリナト・クスニヤロフ氏は死亡した多くの義勇兵に典型的な事情を抱えていたロシア中部バシュコルトスタン共和国の右派出身のクスニヤロフ氏は家計をやりくりするために 路面電車の車両基地と合板工場での2つの仕事を掛け持ちしていた62歳だった昨年11月ロシア軍と契約を交わしたそれから3ヶ月足らず戦闘を生き延びたが2月27日に戦死した現地のオンライン追悼サイトに掲載された死亡記事には勤勉で立派な男とだけ記されていた私たちが分析したデータによると 軍に登録した男性の大半は安定した高賃金の仕事を見つけるのが難しいロシアの小さな町の出身者だったほとんどの人は進んで軍に加わったようだが南西部チェチェン共和国出身者の中には強制されたり脅迫されたりしたと人権活動家や弁護士に話す人もいた一部の義勇兵は自分たちが署名した契約書に 契約満了日が記載されてていいいななのを知らなかったと話しているそのことに気づきロシア政府寄りのジャーナリストに接触して兵役を終わらせられるよう協力を求めたが失敗に終わったという軍の給与はロシア国内の裕福ではない地域の平均賃金の5倍から7倍も高く加えて無料保育や減税などの社会福祉サービスを受けられる。 ロシアの多くの地域では軍と契約を結んだ人への一時金の額が繰り返し引き上げられている前線での死者大半は中高年の義勇兵前線で命を落とす義勇兵のほとんどは42歳から50歳だ私たちの戦車リストの1万3000人超の義勇兵のうち4100人がその年代だ戦死した60歳以上の義勇兵は 250人で最高齢は71歳だった義勇兵の死傷者が増えているのは彼らが前線で作戦上最も困難な地域特にウクライナ東部ドネツク州に配置され消耗した部隊のための援軍の根幹をなしていることが要因だと複数のロシア兵は BBC に語った私たちが話を聞いたロシア兵によると ロシアのいわゆる肉引き戦略は減速することなく続いているというこの表現はウクライナ軍を消耗させロシアの砲兵にウクライナ軍の位置が露呈するようにロシア政府が容赦なく兵士を前方に送り込むというやり方を表すために使われているオンライン上で共有されているドローン映像にはロシア部隊が装備や大砲や軍用車両の支援がほとんど あるいは全くない状態でウクライナ軍の陣地を攻撃している様子が映っている時には一日に数百人が殺害されることもあるここ数週間ロシア軍はこうした戦術でウクライナ東部の町チャシブヤールやポクロフスクを奪取しようと必死になっていたがうまくいかなかったロシア国防省の軍医総局による公式調査によると兵士の死因の39%は 死死の不詳で応急処置やその後の医療措置が改善されれば死亡率は大幅に下がるというロシア政府の合同はインセンティブとともに義勇兵の募集を強化する一方で新たに公式の動員を実施して人々を強制的に戦わせることを避けたがっていることを示唆している地方議会での地元当局者の発言からは地域から人員を集めるよう 上層部からら命じられているることが伺える地元当局者は求人ウェブサイトに広告を出したり借金や犯罪人との問題を抱えている男性に連絡を取ったり高等教育機関で求人キャンペーンを行うなどしている2022年以降受刑者も釈放の見返りとして入隊するよう奨励されてきた今では新たな方針により刑事訴追を受けた人は 裁判の代わりに戦地へ行くという取引をかわせるようになっている軍に加われば訴追は完全に凍結され完全に取り消される可能性もあるという